こんにちは。東庵株式会社です。今日はよろしくお願いいたします。東庵株式会社総務部の古川と申します。23年入社の遠藤と申します。よろしくお願いします。実はですね、私、古川と遠藤の方で東庵についてご紹介していきたいと思います。まず私の方から会社の説明をした後に、遠藤さんの方から実際の社会人生活について、いろいろお話を伺っていきたいと思います。で、本日は、こちら事務所の片隅からお送りしております。ぜひ、社内の様子もご覧になりながら、ぜひ見ていただければと思います。まずは、私たち、東庵の事業内容について、動画の方を流します。こちらはですね、東庵のインスタグラムの方にも載ってる、動画になります。東庵は総合商社です。主に保安用品の卸売をしています。カラーコーンやバリケードなど工事現場、建設現場で使うものが安全を保つもの、保安用品です。仕入れて売るだけではなく、メーカーと共同開発で新商品も数々発売しています。これはバリケードですが、棒の部分に注目してください。KY ラインという樹脂製の棒、これも当社の開発商品です。一般的にはスチール製のものを使用していることが多いのですが、もっと軽くて安全なものを作れないかと考え、できたのが樹脂製の KY ラインです。こちらは上部と下部で着脱式のツートンコーン。色の組み合わせでお店、学校、チームカラーなど特色を出したオリジナルのカラーコーンとして使用できます。カラーも14色196通り。このほか販売部門で取り扱う商品は7000種以上に上ります。種類が多いのはお客様のお役に立ちたいという思いからなのです。中にはこんなものまでと驚くものもあるんです。これからももっと増えていくかもしれませんね。総合商社の東庵は主に保安用品の卸売をしている会社ですが、実は販売だけではないんです。販売以外の事業内容についてご紹介します。販売している商品のうち一部の商品はレンタルとして貸し出しを行っています。レンタル部門はカラーコーンや信号機、バリケード、フェンスなどのレンタルをする部門です。各種イベントや道路工事の現場などでご利用いただいています。グラフィックス部門は看板、サイン関連の文字写真などのレイアウトをし、データを作成する部門です。工事看板の文字や様々な看板までレイアウトをしています。そしてこのファイルは当社の社員がデザインしたんですよ。印刷加工部門では出力したものをシートや鉄板に貼り付けたり製品にしていく部門です。そしてこうした看板、サイン関連を実際に設置する工事部門があります。ドラッグストアや店舗の看板、内装など様々なサイン関連の施工をしています。はい、いかがでしたでしょうか。東庵は多種多様な商品を取り扱っていて、お客様のニーズに合わせて商品を提案する総合商社となります。はい。続いてですね、学生の皆さん、実際に会社に入って自分の配属先に、配属されるまでどのようなスケジュールで研修など進んでいくか気になる方もいらっしゃると思いますので、当社の、新入社員研修についてご説明いたします。画像共有いたします。画面の方見えてますでしょうか。今、画像で出てるのが、
スケジュールの一例にはなるんですけれども、新入社員の方が当社に入社してからの研修のスケジュールの一例になります。まず4月1日、こちら入社式ですね。で、4月2日に入社の手続きと、あとユニフォームの試着、配布などを行います。で、4月3日から郡山本社で、すべての部署を回る研修が始まるんですけれども、今、画像で見ていただくと分かるように、当社の研修、ちょっと特徴がありまして、午前と午後で違う部署をぐるぐる回っていきます。で、なぜこういった研修スケジュール組んでるかと言いますと、ですね、皆さん、新しい会社に入社してすごく緊張されてると思うんですが、いろいろな部署をたくさん回ることで、いろいろな部署にたくさんの知り合いができるっていうのを、目的として、こういった研修スケジュールを組んでいます。はい、で、2週目以降も1週目と同じように、午前と午後で、違う部署をぐるぐる回っていきます。で、5月に入りますと、少し慣れてきた頃かなっていう時期なので、今度は午前と午後ではなくて、その部署での研修を1日単位で今度回っていきます。そうすることで、その日1日でその部署がどういった仕事をやっているのかっていう仕事の流れを理解することができます。1日おきにぐるぐる回っていって、6月以降になると、その部署での研修を2日間、3日間と日数を伸ばしていきます。そうすることで、その日の夕方に行った仕事を翌日の午前中に処理するといった、日をまたいだ業務の流れを理解することができます。で、その後ですね、営業所での研修など、いろいろ研修を挟めまして、大体10月頃ですね、自分の配属先の方に配属予定となっています。はい。それではですね、本日一緒に参加している遠藤さん、2023年、昨年の4月に入社しまして、今、郡山営業部の営業として活躍しています。今日は遠藤さんに実際に当社に入社して、研修を通して、今、どのような感じで働いているのかとかを、お話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい。では、遠藤さん、入社して間もなく1年となりますが、今は郡山営業部の方でどのような仕事をしているんですか？まあ、営業の、ちょっと、営業成り立てなんですけど、お客さんのところに商品を持っていきながら、自社の商品だったり、いろんなメーカーの商品をお客さんに提案するっていうような営業をやっています。はい、どのあたりを普段、どのエリアのお客様と回ることが多いですか？郡山市内と、あと、本宮、二本松、福島方面の、まあ、ちょっと北の方のエリアを回ってます。実際どうですか？お客様とお話ししてみてどうですか？楽しいですか？まあ、いろんなお客さんがいるので、まあ、自分のコミュニケーションのスキルの、まあ、スキルアップにつながるというか、いろんなお話ができるので楽しいです。今、本社の郡山営業部で働いていますが、その部署の雰囲気とかってどうですか？みんなすごい優しくて、いろいろプライベートの話もすることが多いので、非常に楽しいです。プライベートの話だとどういう話をするんですか？まあ、ラーメン屋とか、美味しいご飯、どこが美味しいとか、いろんなことを教えてくれるんで、行ってみたり、よくしてます。楽しそうですね。遠藤さんは昨年の4月に新卒として入社しましたが、どうですか？初めて社会人となって入社して緊張とかってしましたか？最初会社に入るときは緊張したんですけど、まあ、みんな優しく仕事のことを教えてくれたので、まあ、嫌なこともなく順調に過ごしてます。それは良かったです。ちなみに遠藤さんは当社のインターンシップから参加してもらって、その後選考を受けて実際に入社っていうふうになってるんですけれども、実際にそのインターンシップ
って受けた時から答案のイメージって変わってますか？変わってないんですけど、インターンシップで、なんかちょっとよく見ちゃってるのかなとか思ってたんですけど、実際に入ってみても、雰囲気変わらず、すごくアットホームな感じでやってくれてたので、いいなと思います。ありがとうございます。そうですね、今はその営業として活躍されてますが、4月に入社して研修期間の間、いろいろな部署もありましたけど、実際回ってみてどうでしたか？実際、まあ、いろんなところ回ると、まあ、どんなことをやってるのか自分の目で見ることができるので、まあ、仕事内容だったり、業務の流れを理解するのは分かりやすかったなと思います。遠藤さんはその営業職希望で入って、製造の部署とかはやはり、自分の仕事とは、関係ないって言い方はもちろんあれなんですけれども、やっぱりその営業職と製造っていう、括りがあるっていうところもあるんですけど、その違う部署を経験してどうでしたか？製造とか。お客さんのところに持っていく商品だったり、提案する商品を、まあ、どんな感じで作ってるのか、まあ、そういうのを理解できたので、お客さんに商品が進めやすかったり、説明がしやすくなったりっていうのはあると思いちなみに研修期間中にミスしてしまったこととか経験あります？製造の方で、まあ、カッターを使って切るような作業があるんですけど、ちょっと細かい作業が苦手なので、曲がってしまったり、失敗してしまったり、っていうことは結構ありました。私も不器用なので気持ちすごくわかります。遠藤さんみたいに、ちょっと不器用でも先輩方が優しく教えてくれるので、苦手な分野とかもあまり怖がらずに研修できるかなと思います。ちなみに逆に、この研修期間中楽しかったこととかってありますか？楽しかった。まあ、もしかしたら、同期のみんなとご飯食べに行ったり、いろんなことを話したのが楽しかったと思います。遠藤さんの年は10人新卒が入りまして、結構いろんな、方と話せる機会も多かったと思うので、よかったと思います。ちなみに研修期間中は残業とか、残業はなかったですね。実は遠藤さん、研修期間中に教習所に通いまして、免許の方をマニュアルの方に切り替えました。マニュアルの免許に切り替えたことで、今のトラックの運転でお客様のところに商品を運んだりとか、そういったところで、ですね、ちょっとキャリアアップじゃないですけどね、自分の、資格を持って仕事で活躍してるっていうのも、遠藤さんの経験ではそういったことがあるので、研修期間中に残業ほとんどないので、皆さん終わった後に、自分の好きな時間に当てていただいたり、スキルアップの時間に当てていただいたりっていうのもできると思います。そうですね。あと、仕事、お休みの日とか、一人暮らしですもんね。そうです。どうですか？一人暮らしの。まあ、大学からずっと一人暮らしなんで、まあ、特に変わったことはないですけど、やっぱ朝起きるのが、大学とか学生の時とは違って、毎日ちゃんと同じ時間に起きなきゃいけないんで、あ、そこら辺ぐらいですか、ね、変わったのは。早起きる 早コ起きツとは、か。コツですか。コツ、目覚ましいっぱいかけるのが、5分おきに、こう10個ぐらい並べて、毎朝全部最後まで寝てますけど。ということです。学生の皆さん参考にしてみてください。ありがとうございます。あとですね、学生の皆さんからよく質問がある配属先についてなんですけれども、当案では入社する方々にとって勤務地が重要なことを考慮しまして、当社の採用試験の前に希望勤務地の方をお伺いしています。で、転勤は一生ありませんという保証ができるものではないんですけれども、社員の意向に合わせて考えていくスタイルが定着しています。あとですね、その他詳しい点は、ぜひ、当社の会社説明会の方に、お越しいただいて、実際の雰囲気とかを感じていただきたいんですけれども、今です。
3月からの説明会の日程を画像共有します。こちら3月以降に郡山本社で行う説明会の日程になります。当社説明会2部制になってまして、11時45分からの会と14時45分からの会があります。11時45分からの会は、当社で昼食ご用意しますので、社員と一緒にお昼を食べながらお話ししていただける会になっています。で、午後の14時45分からの会は、お昼の方はないので、主にそうですね、会社説明と、会社見学、あと社員とお話ししたりとかっていう機会を設けています。当社の説明会は、交通費支給と、あと、聞く待機からの送迎も、希望があれば行ってますので、交通手段などご心配なさらずに、ぜひご参加いただければと思います。以上で、当案株式会社の会社説明の方を終了いたします。ありがとうございます。あります。